ヨープビルヘルム・ゲオルク・エルヴィン・フォン・ビッツ・レーベンは、ドイツの軍人。第二次世界大戦中の、ドイツ国防軍陸軍元帥。ヒトラー暗殺計画に加担して処刑された。ゲルト・フォン・ルント・シュテット元帥の軍歴40年を、祝福する、ビッツ・レーベン・ビッツ・レーベン家は、中林源に起源を持つ由緒ある貴族の家系で、代々軍人を輩出してきた。ビッツ・レーベンは、 そのプロイセン王国の分家に、ブレスラウで生まれた。プロイセン士官学校を卒業後、1901年に、将尉として、ビルヘルムを敵団兵連隊に配属される。1910年、中尉に昇進。1914年に第一次世界大戦が始まると、第19交尾不評旅団長副官を務め、10月に、大尉に昇進し交尾第6不評連隊で、 中隊長となった。後同連隊で大隊長に任命される。ビッツレーベンはこの大戦で、ベルダン、シャンパーニュ、フランドルの戦いに従軍し、重傷を負って、第1級と2級鉄十字症療法を受賞した。回復した後1918年に参謀教育を受け、終戦時は第121不評師団で主席参謀を務めていた。 バイマル共和制でも軍に残り、中隊長となる。1923年、第4師団参謀の少佐として、ドレスデンに転属。1928年、第6不評連隊で、大隊長となり、翌年中佐に昇進。1931年、大佐に昇進し、第8連隊長に補えされる。1933年、 ハノーファーの第6軍艦区不評部隊指揮官に転じる。1934年、ドイツ国防軍と名を改めた軍で少々に昇進し、ポツダムの第3不評師団長に就任。ベルナーフォン・フリッチュの後任として、ベルリンの第3軍艦区司令官となった後、中将に昇進して1935年には第3軍団司令官となった。 1936年、不評大将に昇進。1934年の、長いナイフの夜で、シュライヒャー前首相や、フォンブレドーといった軍人が不法に粛清された時、ビッツレーベンは、国防軍首脳に対して、特別調査委員会の設置を要求しており、異行な地とに対する反対者となっていた。1938年2月、ヒトラーの戦争を辞さない。 外交政策に反対した陸軍総司令官ベルナーフォン・フリッチュンに対するナチ党の失脚工作の不法も非難した。同年のズレーテン危機の際は、ベック参謀総長、カナリス国防軍情報部長、ヘプナー中将、シュティルプナーゲル参謀次長らといった召喚とともにヒトラー打倒のクーデターを計画し、首都ベルリンの駐留部隊を抑えているビッツレイベンは、 大きな役割を担っていたが、ミュンヘン会談で、ヒトラーが成功を収めてしまったために中止となった。1938年11月、フランクフルト・アンデア・オーダーの第二軍団司令官に、左遷。翌1939年もハンマー・シュタイニエク・ボルト、上級大将による、クーデター計画に加わり、演習を視察するヒトラーを逮捕する計画だったが、これも成功しなかった。 第二次世界大戦が始まると、ビッツレーベンは上級大将に昇進して、西部戦線の第一軍司令官に任命された。1940年5月のフランス侵攻では、レープ上級大将の C 軍集団霊下で、ドイツ第一軍を指揮した。6月14日にマジの戦を突破し、フランス軍部隊を降伏に追い込んだ。この戦功で、 岸鉄十字章を受章。さらにフランス降伏後に多くの同僚と共に陸軍元帥に昇進した。1941年にはゲルト・フォン・ルイントシュテットの後任として西方軍司令官に任命されたが、1941年6月に開始されたバルバロス佐作戦後に彼はヒトランを再び避難し、病気を理由に更迭された。 人民法廷でのビッツレイベン1944年7月20日のルートビヒベック元参謀総長やクラウスフォニスタウフェンベルクを中心とするヒトラー暗殺計画バルキューレ作戦においてビッツレイベンはクーデター成功の暁には国防軍総司令官就任が予定されていたバルキューレ発動に伴う作戦命令はビッツレイベンの名によって出された 彼はクーデター派の軍事的最高位の人物であったが、当日は積極性を欠いていて出遅れた感があったのは否定できないだろう。清掃して減水図絵を持ち、クーデター派の作戦遂行司令部ベルリンベンドラー街の国内予備軍司令部に現れたのはようやく午後8時頃。その頃にはクーデター失敗が明らかになっていた。彼は、 シュタウフェンベルクラの不手際を非難し、これ以後の協力を拒否し、1時間ほどで司令部から退去。ベルリンから約80キロメートルほど離れた友人の荘園に潜伏したが、翌21日正午頃そこで逮捕された。軍籍にある者は民間人を対象とする普通裁判ではなく、軍法会議で裁かれるのが通常である。ヒトラーは、 被告人すべてをローラント・フライスラーが裁判長を務める人民裁判所の後半に付すように命令した。このために軍籍にある被告人は、まず8月2日に設置されたドイツ国防軍名誉法廷で審問されて、軍籍を剥奪された上、ナチス党の特別裁判である人民裁判所に委ねられた。国防軍の名誉法廷に関わった軍人は、 ルントシュテット元帥を長として、カイテル、シュロート、キルヒハイム、クリーベル、グデリアンである。ここで、フォン・ビッツ・レーベン元帥を含む55名が軍籍を剥奪された。1944年8月7日、ビッツ・レーベントへ、プナー、ハーゼ、シティーフ、ベルナルディス、ハーゲン、クラウジング、バルテンブルクの合計8人は共に、 人民裁判所での最初の見せしめ報復裁判にかけられ、その裁判の模様は映像が残っている。裁判長、フライスラーは、海底にあたり、ビッツレーベンに名誉ある国民のみに許される、ナチス式敬礼をすることを禁じた。獄中で、ゲシュタポの厳しい取り調べを受けて痩せたビッツレーベンは、わざとサスペンダーやベルトを外して出廷させられ、四重ズボンを、 腰のところで押さえていなくてはならなかった。その姿を、フライスラーは、見苦しい。なぜズボンをいじくっているのかね。この薄汚い追いぼれ目。と、嘲笑した。翌8月8日、ビッツレーベンは、死刑の判決を受けたが、その際、フライスラーに向かってこう言い返した。ビッツレーベンは政治犯が処刑された、ベルリンプレッツェン税拘置所の一室。 部屋の奥にある針に吊るされ処刑された。8月8日の夕刻、ベルリンのプレッツェン税刑務所の処刑場。レールのような鉄の針に肉を吊るす針とピアノ線のようなワイヤーロープが垂れ下がる。7月20日事件に関し、人民裁判所で死刑判決を受けた被告人のうち、ビッツレーベンは最初に公主刑にされた。 ヒトラはあらかじめ陰謀者たちの死の苦しみをできるだけ長くせよ。連中にはいかなる慰めを与えてはならない。連中を家畜の生肉のように吊るせ。と命令し、神父、牧師など宗教関係者の立ち会いを禁じた。目撃者の証言によると、部屋の隅のテーブルにはブランデーの瓶とコップが置いてある。さらに映像撮影用カメラと、 強烈なライトが用意されていた。執行は上半身裸にし、ピアノ線の輪に首を通し、時間をかけて首を絞め、さらに執行人たちは苦しみもがく、被処刑者のズボンを脱がすなど、徹底して人間としての尊厳を傷つける、非常に残忍な方法で処刑したという。そのような残忍な方法で処刑されたにもかかわらず、ビッツレーベンは取り乱すことなく、 ドイツ帝国軍人として最高位の元帥として終始威厳を保ったという。続いてヘプナーラ7人も順番に一人ずつ同様な方法で処刑された。処刑の模様はヒトラーに見せるため撮影された。また見せしめのため陸軍士官学校で上映されたが、それは激しい反発を巻き起こした。処刑の映像を見てヒトラーは楽しんだという説と、 いやがったという説の両方がある。いずれにせよ、ドイツの敗戦間近にヒトラーは、フィルムの廃棄を厳明し、戦後連合軍関係者が捜索したが、今日に至るまで発見されていない。戦後のドイツでは、ビッツレーベンはハンナチの投資として検証されており、その名を冠した通りや学校が、数多く存在する。ベルリン・プレッツェン勢の処刑場跡は、現在、 ンナチ抵抗運動記念館となり、鉄の量と針が保存されている。ありがとうございます。